はいそれでは滝さんの大予言2023年の第一弾のね講義を行います皆さんこんにちはレックセンに講師の滝と申しますこれからですねまあ直前期ですね一応予定ではね三回ですねこの大予言というねタイトルのね講義を行います今日はですねそのまあ第一弾ということでねタイトルはこれになります。 社労士の懲戒ということでね。えー、まあ言うまでもなくねこれはまあ社会保険ね一般常識で毎年ねコンスタントに出題される社会保険労務士法ですね社会保険労務士法の中からですね品質事項の一つである社労士の懲戒をね今回取り上げてですね。えまあ、ポイントをねえ、押さえていくという趣旨になります。で、なんで社労士の懲戒なんていうのを選んだかというと。 まあ鋭い人はねもうすでにピピンと来てると思うんですけれども残念なことにね最近ちょっと社能士の懲戒処分がですね増えているとこういう傾向が見られるわけであります。でその理由としてはねまあ最大のものはですねやはりあのいわゆるコロナ禍にあってですね、まあ、ちょっと前の話になりますけれども。 助成金の、ね、申請が増えたと、まあ、それ自体はね特に社労士にとってはねありがたい話なんですけれども、まあ、その中でね残念なことにいわゆる不正時給ですよねこういったものもかなり目立っているとでその中の一部がねどういうわけか、ね、社労士が、ね、関与しているということで,です、ねまあ、社労士に懲戒処分が下るということがね、まあ、しばしば出てきたと。 そういうい、ね、今の現状でありますで、まあ社労試験の出題というのはねこういう世の中の、ね、現状を踏まえて、ね、出題されることが多いということを考えますとね今年はですねこの社労史の懲戒決してです、ねまあ、手抜きすることはできない重要なテーマではないかということでですねお話してまいります。はい、じゃあ最初にね今日のお話しすべき項目をですね 見ていいきたいと思いますまず1といたしましてね懲戒の種類です、ね、まあ大きくね3つあるというところなんですけどね「懲戒」の種類に始まって2つ目がですね「懲戒」の自由というところでねこれはまあ法25条の2とね25条の3にね2つ大きく分かれるんですけどねそれぞれの懲戒の自由とですねそれぞれの自由に応じたね懲戒の重さですよね。 ここに関して見て見いきますそして3つ目がですね懲戒権の発動を促す措置というんでねまずちょっと井戸端の命を、ね、確認したいと思うんですけれども懲戒権者って誰ですか、ね、社労士の懲戒処分は誰がやるのとこれは連合会がやるんじゃないですよ。社労士の懲戒処分はあまあ主務官庁であるところのねこれは厚生労働大臣が行うというわけですよ。 でね、日頃からね厚生労働大臣、ね、いつも社動主の動向に、ね、目を光らせているわけじゃないですよねですからその懲戒権の発動を促すためには、ね、厚生労働大臣に一定の事項を、ね、通知さたしなきゃいかんというんでねこの3の、ね、懲戒権の発動を促す措置というのが、ね、これは懲戒権の動主会連合会とねあともう一個ね一般国民もね対処する規定があるんですけどね。 そののの辺がこの3のお話になりますねそして4はですね、まあ、懲戒の手続きの中でですね弔問、まあ、というね重要なプロセスがあるんですけれどもこれに関してはですね、まあ、行政手続きに関する一般法であるところの行政手続き法のですね特例がね社堂司法で、ねまあ、いくつか定められておりますのでその辺のところはこの4番でお話しするということになります。 え、そしてえ最後の第5番のところではですねえ。懲戒処分のねえ。まあ事後措置ですよねえ。懲戒処分が決まった後にですねえ。当然まあ本人に通知しなきゃいかんとかですね。これを公にしらしめるということで広告ですよねえ。その辺のところがねえ、最後のお話になります。はい、それではまずねえ。1の懲戒の種類からいきたいと思います。え、軽い方からねえ。見ていきますと一番軽いのがね。 いわゆる開国処分というやつですねこれはまあ将来を、ね、忌、えー、ましめるといいますかですね、えー、そんな趣旨でありまして何かね直接的な、ねえー、経済的な不利益を伴うような処分ではありませんよね、えー、次に二番目ですねこれは一年以内ね、えー、この一年以内という、ねえー、当然まあね枠はあるわけですけれども一年以内の業務の停止、ねえー、その業務停止ということで、ね、一定の期間内はですね 社労士としての業務ができなくなっちゃうというわけなんですけれどもこれにねまず対象者ですよね対象者をまず、ね、押さえていただきたいと思います開業している社会保険労務士とその開業者という社会保険労務士の事務所で働いているね使用人ですよねとしての社会保険労務士ですねともう1個ですね 今度は社法法人人事務所が法人化されている場合の話ね、えー、社会保険労務士法人の社員社員というのは、ね、単なる使用人じゃありませんのでね、えー、社労使法人の社員というのは、まあ、言ってみれば会社で言えば取締役みたいな、ね、ポジションの方ですよね共同経営者というのの、ねえー、イメージですよね。まあ、今はね一任法人も認められるんだでね共状、えー、ではない一人の経営者というのも、ねえー、ありうるわけですけどね。 え、それと、もう一個、社労士法人に雇われている。使用人たるね、え、社労士と。多いわけですよね。この使用人というのは、まあ、普通の、まあ。従業員と、そういう趣旨になりますよね。で、この業務停止との関連ではですね。業務が停止されている期間中は。社労士の仕事ができないんで。社会保険労務士商標等をですね。連合会に返還しなきゃいけないと。 ここういういいいいいとともね押さえておいておいたただきたいと思いますでちょっと細かいんですけどね社会保険労務士商標等と言ってますけれどもこれなんで等がついているのかというとまあ特定者同士じゃないね一般の者同士の場合は社会保険労務士商標になるのに対して特定社会保険労務士の場合にはね社会保険労務士商標は、ね、これ連合会に返さなきゃいけないんですよ。 特定社会保険労務士商標というものがね、送られてくるんですよね。ですから、特定社労士については特定社会保険労務士商標で、一般の社労士については社会保険労務士商標で、商標というのはね、フ、え、ォーマルな、まあ、身分証明書みたいなものですね。で、これをね、え停止間中はですね、返還するというのがね、義務に受けられております。そして、一番重たい処分。 もうこれくらったらね、えー、かなりのね、えー、大きなダメージですよね。失格処分、社同士としての資格が失われてしまう、ね、えー、こういう処分もあるわけであります。で、えー、この処分についてはですね、処分を受けた日から3年をね、経過しない場合にはですね、えー、結核中と、こういうふうに定められておりますんでね、えー、もう3年間はですね、これ復活のね、えー、基本余地はないと。 こういうね非常に重たいですね処分だということがね伺えますねはいじゃあ次に参りましょう今度はですね懲戒自由でありますねでこれはまあその一と二とね分けてお話してまいりますけどねまず丸一の方ですね不正行為の指示等を行った場合というのがありましてねこれがですね社道省の条文でいきますと二十五条の二がね 根拠になりますでこれ二、まあえー、つに、ね、類型が分かれております、えー、故意の場合と相当の注意を怠った場合、ね、で故意の方が当然にです、ねえー、責任は重たいわけであります社動士が故意に申請の事実に反して申請書等の作成投資または不正行為の指示等をした場合まあなんて言いますかね専門職として 社同士が一番やっちゃいけないようなこと。これを故意にやるわけですから。これは重たい懲戒が待っている、ということになります。懲戒権者である厚生労働大臣は、一年以内の業務停止または失格処分をすることができる。この向いても、分かりますように、一番軽い開国の処分は、ですね。えー、まあ選択の、ね、対象外になっている。業務停止か、失格か、そのいずれか、と多いわけであります。 これに対してですね、えー、まあ同じようなね、えー、上記と同じような行為をしたするとしてもですねそれが相当の注意をお怠い医師、ねまあの過失はですけどねそのような場合にはですねしたがってこの相当の注意を怠って、ね、上に書いてあるような行為を行った場合にはですね厚生労働大臣は 開国または1年以内の業務停止処分をすることができるということでねえこちらはですねえ上の方とはえねえ逆にですね開国は入ってるんですけれども一番重たい失格処分はここにはねえ出てきていないということになります。じゃあ次にねえその2ということでねまるに一般の懲戒ですねえ条文でいきますとねえ社労士法の25条の3と。 というのが根拠になりますで今見ていただいたね丸1にですね該当する場合を除くほか社労士が申請書等に添付する書面等に虚偽の記載をした時でありますとか社労省営社労省営というのはね社会保険労務士法とその社会保険労務士法に基づく命令ですね成立とか省令ということですよ。次に労働社会保険 処方例ですよね諸々のね、えー、こういったようなものに違反した時または謝労したのにふさわしくない重大な非行があった時、ねえー、これらはですね一般の懲戒という扱いになりまして厚生労働大臣は法25条の規定する懲戒処分ですからこれはね、えー、処分の種類は特に限定がないということですね、えー、そのまあ行為のね、えー、重さに応じてですね えー、まあ開国もありだし一年以内の業務停止もありだし案件によっては失格処分もねあり得るとこういうね、えー、まあ形になっております、えー、よろしいでしょうかでここではね注意していただきたいのは法令違反に限定されてないんですよねシャローシタルにふさわしくない重大な非行とうような場合であってもですね、えー、このね 懲戒処分の対象となるってことは考えうるということはね頭に入れておいていただきたいと思います。じゃあ次に参りましょう、えー、今度はね3の1というところになりましてね「懲戒権の発動を促す措置」ですよでその1ということでですね 社労会、ね、都道府県の社会保険労務士会ねあとはですね全国社会保険労務士会連合会による通知というんでね社会保険労務士会でありますとか連合会がですね社会保険労務士会の会員についてね会員社労士について懲戒自由に該当する行為であるとか事実ですよねこういったものがあると、ね、認めた時。 まあ一大事でありますけどねそのような場合にはですね無論ね社労士会あるいは連合会はそれを放置するわけにはいかないですよね。なんで今度は義務付けられてるんですよここは、ね、厚生労働大臣に対し懲戒権者である厚生労働大臣に対し当該そのね何か悪さをやらかした会員の氏名だとか事業所の大所在地。 そしてその行為または事実ですね、えー。こういった事項をですね、厚生労働団に対し通知するなければならないね、えー。そういったものにね、えー、発覚して、えー、気づいたらね、えー、これはですね、えー、通知の義務があるとおいうわけであります。えー、これに対してですね、えー、もう一個ね、えー、こういう規定があるわけであります。もう一個ね一般人によるね。 一般国民による、ね、通知等というのもありましてこれは面白いですね死後主,主体がですね誰でもという思でね何人もというね死後になります。と何人も社会保険のお持ちについてですね懲戒自由に該当する行為でありますとかまたは事実が合うと認めたときはですね厚生労働大臣に対しまして当該その社労士の使名であるとか。 そのやらかした行為またはですね、えー、事実を通知し適当な措置を取るべきことなんかね適当って言うとさ言葉としてね、えー、なんかいい加減だっていうね、えー、ニュアンスで捉えが,がちなんですけどここはそういう趣旨ではありませんのでね、えー、ちゃんと条文上こういう言葉が使われてます適当な措置を取るべきことをこちらはねさすがに一般国民ですからね これを何か求めなければないっていうのはね、ちょっと行き過ぎだと思いますんで、求めることができるね、こういう権限をね、国民の皆さんにはね、こういう権限がありますよとそういうふうにねなっているね、このところはね一つのポイントだと思いますね。はい、じゃあ次に参りましょう。今度は帳文の特例というんでね、ちょっと手続き的なお話になります。 えまずそもそもね弔問の必要性ということでね、まあ、厚生労働大臣は社会保険労務士に対してですね開国または業務停止の処分をする時は行政手続法が規定する意見陳述の手続きの区分にかかわらず弔問を行わなければならないとされております。 で、こ,こでまずね、鋭い人は「あれ開国とか業務停止はあるのに一番重たいね失格処分入ってないぞ」ねえー、ってね、えー、ちょっとおやっと思われたと思うんですけれどもこここれはうういうことなんですよ。失格処分に,についてはね、行政手続法というですね、こういうい、ま、わ、あ、ば行政による処分に関するね、一般的なルールですよね。えー、こういった法律がありまして、 その行政手続き法の基準に従ってですね、えー、考えてみてもですね、えー、この失格処分の場合はね聴聞が必要なわけですよですから根拠法令がね、えー、行政手続き法になりますけれども失格処分においてもですね、えー、あらかじめですねこの聴聞というね意見陳述の手続きの中で、えー、まあ比較的厳格なと言いますかね、えー、きちんとしたね、えー 手続きですよねこれを取らなければならないとおされて、えー、おります。で、えー、このね、えー、趣旨はですね行政手続き法の基準でいくと聴聞はね、えー、これは、えーねえー、この失格処分はね、えー、聴聞の手続きが必須なんですけれども戒告とか業務停止はね、えー、聴聞よりはもっとね簡易な手続きでいいと押さえてんですよ。でこれが ね、社会保険労務省が言ってみれば行政手続き法の、ね、特別規定のような位置づけになって、ね、社労司法上の開国ないし、ね、業務停止処分は、ね、行政手続き法の原則でいけば聴聞は不要なんだけれども例外的にね聴聞は行わなければい,いそういう形でね社労司法の手続きというのは非常に、まあ、重たいものだと。 こういうことをねここで示唆しているということになるわけであります。次に帳門に関連することといたしましてね、帳門の通知等というものがねこの丸二に掲げられております。厚生労働大臣は帳門を行うにあたっては期日の1週間前までに行政手続法による通知をし、かつ帳門の期日だとか場所をですね公に示す。 公示しなければならないとこいうルールがありましてねえ、まあ、この辺のルールもねえ、まあ、行政手続法よりは厳格なルールということでですね定められておりますあともう実はもう一つあるんですよ真理の公開ということですねで、聴聞の期日におけるですね真理ですよねえ、これはあですね 謝道証においてはですね、公開により行わなければならないとね、えー、されているところであります。で、これもね一般的なルール、行政手続法はそうじゃないんですよ。長文の記事における心理は原則的にはね、えー、行政手続法においてはちなみに非公開とされております、えー。ということでね、えー、まあ、行政手続法に比べると社労司法のね長文、えー、に関する。 ね、ルール非常に、ねえー、厳格であるということがですね分、えー、かったんではないかと思われます。はい、そしてですね一番ね、えー、最後の項目に参りましょう懲戒処分の通知広告とあります厚生労働大臣は法25条2または25条の3の規定により 懲戒処分をした時はですからこれはもちろんね事後の手続きを言っているわけであります。事態なくその旨をその理由を付記した書面により当該、えー、社労士に通知するとともに官報を持って広告しなければならない。ね、今でもも、ね、この手のもの手はね、えー インターネットの公表だけじゃありませんね、えー。官報を持って広告しなければないとをされております。要請書がね。はい、えー。ということでね、えー、この項目ね、えー、今日お話した懲戒所務に関してはね、そんなにね、あのなんか複雑でね、わ、えー、かりづらい制度があるとかね、えー、そういうところではありませんのでね、えー、ぜひですね、えー、基本事項はですね。 押さえてておいいいたただきと特にまあこのね今日映している画面でこの赤字の部分なんかはね場合によってはですね選択式でね抜かれる可能性もありますんでねちょっと選択式対策というものを踏まえてですねこういったですね条文のポイントはですねきっちりとですね押さえておいていただきたいと思います。 そして次回なんですけどね次回テーマはねお楽しみということで今日はねお話ししませんけれども次回がですね一応予定としてはですね7月のですね20日ぐらいにね収録するという予定になってますんでねそのねちょっと後からね公開されると思いますのでね次回もねお楽しみにしていただきたいと思います。よろししいでょうかね それではですね、これをもちましてですね、2023年のね、タキさんの大予言の第一弾をね、終了とさせていただきます。お疲れ様でした。